2014年6月梅雨も明けようとしている中、血の雨を降らせようと血気盛んな猛者たちが今日もこのリングに立つ。各地域のファイターを応援する地元の仲間たちも気合十分だ。よしこ、はい、仲間たちの声援に応えるため猛者たちは集中力を高めている。そして今回エース第8章は2014年のトーナメントに出場するファイターにも注目だ。はい、古くから出ていただいている、宜野湾嘉数の裕二選手と石川の龍樹選手は僕は前から注目している選手で、技術もキャリアもありますし、この方この2人が硬いんじゃないかなと思ってますが、中泊女村から初出場で出てくださってる選手が2人いて、この方もちょっとまだ未知数なので、ちょっと面白い展開になればいいなと思ってますけど。そして本日のメインイベントは、異国の地から送り込まれたファイターが人波乱泣き起こす。今回のドーバーアルティド選手は那覇の方で栄えてるロックオンっていう、どっちかって言ったらキックボクシングより総合寄り の団体の方から参戦してくださっていてですね、今回のアルティド選手は戦歴も勝率もキャリアもある方なので、ごさまるさん、僕も試合は拝見したことはないんですけども、この方も東洋 のチャンピオンになっている方で、タイでもキャリアを積んでる方なので、まあお互いも、もういい試合、バッチバッチの試合をしてくれた。地元のプライドをかけた熱い戦いが今日も始まろうとしてるな。エースエースエース第8章を行います。